はい。次のご質問は、朝起きれるようになる漢方薬はありますかってことなんですね。朝起きれるっていうキーワードだけにとらわれると出すものがないんですけど、だいたいこう疲れが抜けないっていうパターンが多いと思うんですね。ですから、疲れが抜けないっていうことであれば、もう朝鮮人参と奥義を含む神器剤、これはもう役に立つと思っています。神器剤は一番使うのが、有名なのが補中益湯ですね。そして次が十全大補湯、そして人参養栄湯、このあたりが3つの、代表的な神器剤です。で、この不眠傾向の場合に使う神器剤は、気比湯と上気比湯っていうのがあって、これで熟眠感が増すと朝起きれるようになるって人は結構います。ですから気比湯、上気比湯を使ってもいいかと思います。で、夏バテ用の神器剤が清暑益湯と言いますから、暑くて眠れなくて、そして困ってる、ね、それで起きにくいっていう方には清暑益湯もいいでしょうし、また精神連心っていうのは泌尿器関係の神器剤なんですね。だから夜トイレに結構行って困ると、頻尿が原因で熟眠感がなくて疲れるっていうような場合には清暑益湯も喜ばれるだろうと思います。大防風湯はリウマチの神器剤ですから、朝起きるっていう面では直接のターゲットでありませんけども、基本疲れが取れますから、快眠ね、朝の目覚めがいいっていうことは聞きますし、冬季湯、これは肋間神経痛の薬ですから、肋間神経痛で眠れないっていうような方が冬季湯を飲んで良くなることはあります。あとは半夏白術天麻湯は、これはいわゆる起立性低血圧なんかにも効くんですね。ですから、そういう朝血圧がいわゆる低血圧、世の中でいうそういう方で困っている場合には、半夏白術天麻湯を沖縄飲ますと結構起きれるようになったっていうこともあります。で、神器剤以外にも犬虫湯類、これは元気を出す薬なので、小犬虫湯、大犬虫湯、奥義犬虫湯、冬季犬虫湯というのはどれも疲れをだいぶ癒して、そして、目覚めを良くする可能性は高いです。あと三層仁湯っていうのは不思議な薬で、こう眠れない時にも眠らせてくれるんですね。かつ長く寝て困る時にも三層仁湯は目覚めが良くなると言われています。ですから、眠くてしょうがないっていうような人に三層仁湯は、そんなに頻度は高くありませんけども、時々ね、変わった効果として早く目が覚めるっていうことが、誘導できることがあります。基本は、規則正しい生活をして、そして決まった時間に寝て、少なくとも6時間以上は寝て、で、その補助として漢方薬を使ってもらうと、とても有益なんではと思っています。漢方だけで全てを解決しようというよりも、ぜひ生活改善を含めてご指導していただけるといいんではないかと思います。はい、以上です。